阪神4レース2歳新馬戦17頭飛び出しました。ちょっとバラッとしたスタート、あっと昼のセビリアかなり寄れるような格好で後ろからになってしまいました。先行争いは内から2番のセシリエプラージュか、あるいは外から1番人気ウィップスティッチ、ミルコデムール、花を取っていきました。2番手ワンモービスケット、それに並んでいったのがVキャットです。それからちょっと控えたセシリエプラージュと並んでいる真ん中にウィズアリープクリストフルメールです。これを外からかわしていったミスズサンダスノー、青い帽子セブンセコンズが続いていって、さらに外から緑の帽子リラボニートです。そして内に1番のエポックビーナスがいて、これを外からエザルターレ、1番外からウィンクメイドと酒井学です。その後ろには鳳凰アムルーズがいて、内々15番のトラウムビルト、そしてこれを外からかわしていったチルカーノ、一番後方から17番のシャリティ、いやもう2頭いました、5番のヒルノセビリアと最後方から14番のルージュピルエット松山光平です。さあ先頭はすでに半マイルを通過しています。V キャットが先頭で、そして2番手にはミスズサンダスノー、外から上がってきたのがセブンセコンズ、1番外にはリラボニート、4頭が横に広がって、その後ろに1番人気ウィップスティッチとミルコデムールは内をつくのか。先頭は V キャット、まだ手応え良さそうな横山紀弘、これを捉えにかかってくるミスズサンダスノー、ババの真ん中を通ってセブンセコンズ、外からはリラボニート、1番外からチルカーノとムルザバエフも飛んでくる。まだ前は2頭が粘っているミスズサンダスノー、内で粘る V キャット、これに迫ってくるのは外からチルカーノか、外からチルカーノ届くのか、ミスズサンダスの外からチルカーノ、チルカーノ捉えたムルザバエフ、ハービンジャー3区、お母さんアロマティコというチルカーノがデビュー戦を制しました。高野智和厩舎、そして鞍上ムルザバエフが外から見事にうちの2頭をかわしてデビュー戦勝ちへと導きました。